本日もご視聴いただきましてありがとうございます。春日部駅付近高架化工事、令和6年3月3日現在の進捗状況です。駅構内の工事も着々と進んでいますが、前回の動画からは大きくは進んでおりません。仮上りホーム浅草方には渡り板が設置されました。これは今後工事が行われる仮下り線の工事、もしくは野田線の工事に向けての板の設置だと思われます。さらにホーム上では展示ブロックの工事が確認できました。その他の駅構内での変化は架線柱のアーチ部分の建設が進んだことです。その他は大きく変化していない様子です。階段の工事も少しずつですが着々と進んでいるようです。どうやら仮下りホームの設置も視野に入っているようです。ご覧いただいております通り、駅構内の東武動物公園型の架線柱も相当数完成してきております。伊勢崎線第124号踏切で大きな変化です。前回建設中だった踏切遮断機の新しい設置位置にすでに遮断機が交代していました。第126号踏切付近の資材置き場においても建設資材がほぼなくなっていました。こちらのお堂なんですが、実は工事に伴って残念なことに閉鎖されることになったようです。こういった歴史的な建築物がなくなることは非常に残念なことではあります。125号踏切にやってきました。この辺りも架線柱全て完成しておりますが、前回気づかなかったのですが架線柱の高さが違うということに気づきました。架線柱が左右の高さが違うということに今回取材中気づきました。なんとこれが一番わかりやすいかと思います。場所によっては先ほどのように極端に差がありますが、場所によってはわずかな差しかないのですが、全ての架線柱において右と左の高さが違うということが取材中分かりました。126号踏切付近に来ました。この付近の架線柱も左右の高さの違いが非常に分かりやすい場所になっているかと思います。続きまして第127号踏切付近です。架線柱の下部が黒く塗られている架線柱がありますが、理由がよく分かりません。この架線柱のみが下方部黒く塗られております。今後理由が分かってくるのではないかと思われます。撮影したこの日ですが、週末にもかかわらず作業員の方が仮上り線上で何かしらの作業をされていました。
線路の延伸に関しましては先週前回とほぼ変わりません。全体的に上り線のみ新しい架線中に架線が付け替えられており、下りは元の架線中にそのまま付けられているという様子です。以上が127号踏切の近況でした。次はこの動画がアップされる頃には大変化しているとあろう第128号踏切付近に向かいます。踏切ボックスの作業が本格化しています。次回来るときは新しい踏切に切り替えられているものと思われます。128号踏切付近の変電設備の櫓に関しては前回と変化はありません。踏切交代後の安全ブロックの設置も行われていました。今後私の立っているあたりから線路が左に大きく曲がり、移設中の踏切ボックスの位置に向かって少しずつ線路が左へ逸れていくものと思われます。今回の大きな変化はご覧いただいております第128号踏切の踏切工事の大きな進捗と124号踏切の踏切工事完了の話題が一番大きなものであったかと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければぜひチャンネル登録もご検討ください。隣のラスカルがご案内いたしました。ではまたお会いしましょう。